ソ・ササグ・ガンは、朝鮮の独立運動家、後に韓国の政治家。号は竹山。社会民主主義者で、第一共和国時代における革新政党である進歩党の委員長を務めた。名字の著は真ん中の字が極、そうではなくよし、そう。京畿道工科軍出身。農業補修学校を卒業し軍庁の職員として働くが 3.1 独立運動に参加して投獄される。釈放後の1921年に日本へ留学し、中央大学で1年間政治学を学び、朴烈らと共に在日朝鮮人による社会主義団体、黒東会を結成した。帰国後、朴建英と共に朝鮮日報記者を務めながら新興青年同盟、歌謡会などで活動。1925年の朝鮮共産党結成に参加し、中国や朝鮮で独立運動に身を捧げた。コミンテルンなどでの活動経験も持つ。解放後は左翼の立場で運動していたが、1946年6月に米軍に拘束されると反共の姿勢を鮮明にする。1948年5月10日に南朝鮮単独で行われた政権議会議員選挙に立候補して当選。選挙後の8月2日には李承晩大統領によって農林部長官に任命されている。その後1950年、第2代国会副議長に選出された。朝鮮戦争時に偽りの録音放送をして、ソウルから逃げた李承晩と共に、私工派と批判されている。1952年に行われた大統領選挙に立候補するが落選。続く1956年の大統領選挙では、前回より3倍近い得票を獲得し善戦した。そして、同年11月10日に進歩主義勢力を集合した進歩党を結成し、平和統一をスローガンに、李承晩政権に敢然と挑戦するようになった。これに脅威を感じた李承晩は、第4代国会議員選挙を前にした1958年1月、北朝鮮から選挙資金を受け取っていたとして、国家保安法違反容疑で、ソ・ササグ・ガンを逮捕し、翌年7月に処刑した。民主党など保守系野党も、進歩党を危険視しており、ソ・ササグ・ガンの処刑が政治問題化されることはなかった。当時の韓国の政治評論家は、最初から、石化統一を公言すればよかったのだ。平和統一などとグレーゾーンを主張するから、疑惑を招いたのだと酷評した。ソ・ササグ・ガンが処刑されてから半世紀近くが経過し、民主化の進展や南北関係の改善などによって平和統一論など彼の政治路線を再評価する動きが進んでいる。2007年9月、大統領直属の機関である真実和解のための過去史整理委員会は、ソ・ササグ・ガンの遺族への謝罪と独立友好者の認定を政府に対して勧告した。また、彼の出身地である仁川市江華郡では、銅像建立など、彼を再評価する動きが始まっている。そして、2010年10月29日、王法院は、法院行政処長を除く、最高裁判事全員による全員合議体を行い、ソ・ササグ・ガンに対する再審を開始することを決定した。再審の理由として、合議体は、違法な捜査により起訴されたことを挙げ、合わせて陸軍特務隊が軍人、軍属でもない一般人であるソ・ササグ・ガンを被疑者として捜査する権限がないにもかかわらず、尋問を行った行為は職権乱用に該当し違法であるとの見方も示した。2011年1月20日、王法院合議体は再審公判で進歩党の横領やスパイ容疑など52年前の大法院法廷で自分たちが有罪と判断した部分をすべて覆し、大法院判事13名全員一致で、ソ・ササグ・ガンに無罪判決を言い渡した。王法院は判決の中で、進歩党は社会民主主義を標榜し、資本主義経済の副作用点や矛盾点を指摘し、改善していこうとしたに過ぎず、内乱を目的に結成されたとは考えられない。被告人に、国家保安法違反を適用した判決はこれ以上維持できないと述べ、また、北朝鮮の指令を受けスパイ行為をしたと判断できる証拠がないとして、捜査サグガンに死刑判決が下される根拠となった容疑について否定した。効果、捜査サグガン再証明運動活気生化敷地復元、銅像建立募金など推進2007年10月14日付判よれ、チョ・ボンアム事件、最高裁が再審を決定-2010年10月30日11時41分配信朝鮮、日報日本語版、-2010 年10月29日午後11時15分配信判よれ、-2011 年1月20日午後7時51分配信判よれ、チョ・ボンアム事件、処刑から52年ぶりに無罪判決を押印内乱を目的に結成されたとは考えられず、朝鮮日報日本語版2011年1月21日13時59分記事、入力。ありがとうございます。